まめだでーす。今日はピーチジョンで大量にお買い物をさせていただきました。あのですね、おすすめのインナーからナイトウェアとか雑貨とかいろんなものを購入しましたので、今日はそちらをご紹介していきたいと思います。もう本当に私が普段から愛用しているとっても大好きなものも紹介させていただくので、ぜひ最後まで見てください。はい、ということで、一個ずつね、紹介していきたいと思います。こちら、めちゃくちゃ可愛いモコモコのスリッパを購入しました。これすごい可愛くない？私はこれね、色ベージュを買ったんですけど、ここのね、足のこの、かけるところっていうんですか？ちょっとわからないんですけど、はい、ここがモコモコしてて、うちスリッパも一足もないんですよ。普段スリッパ履かない人なんですけど、冬場はやっぱり寒くて、フローリングだと足が冷えちゃうので、まあ、モコモコの靴下履いたり、こういうスリッパがあった方が足元が冷えないのかなと思って今回購入しました。どうせ買うならね、可愛いものがいいなと思ってピーチジョンで購入させていただきました。可愛い、これかなり気に入りました。写真で見るより実物で見た方が全然可愛いんだけど、めちゃくちゃスリッパ自体は軽いので歩く時も楽そう。今もちょっとずつ寒くなってきて体調崩されてる、私もこの間体調崩したんですけど、お腹冷えちゃったりとかさ、あとはね、こう薄着でね、間違えて寝ちゃったみたいな時とか本当あって、本当体調崩しやすい季節だと思うんですよ。この時期に体調崩す私に一番の要因ってお腹冷えちゃった問題なの。布団かけてくださいって感じかもしれないんですけど、腹巻きとか、そのなんかちょっとあったかい下に履くインナーが欲しいなって思ってずっと探してたんですけど、ちょうどね、あったので購入しました。お腹まですっぽりタイプの腹ボーイっていうんだって。可愛くない？しかもね、この上の部分と、太ももの部分ね、どっちもね、ちょっとレースっぽくなってて可愛いんですよ。パンツの上からね、履く感じなんですけど、これはね、すごくね、程よく、温めてくれるんじゃないかなって思う。ちょっとね、今当ててみると、本当にね、胸下あたりまで来る感じの長い腹巻きと、このオーバーパンツっていうんですか、この下に履くやつ。これがさ、一体化されてるとすごくありがたいよねって思っちゃう。なんか生理中とかもさ、その生理用のインナー履くけどさ、お腹をさ温めたいからこういうのこうやってやっぱ履きたいじゃないですか。でも腹巻きだとさ、結構こうやって上までさ、なんかずれちゃったりとか、こうやってなんかよくわかんないけど、パンツと一体型になってるとすごくありがたいよね。何よりもこのね、デザインが可愛いから、グレーのインナーってすごい可愛くない？私だけかな、すごい好きなんですけど。はい、続きましてパジャマを上下購入しました。ルームウェアね、本当に大好きで、まあね、着替えももちろんするんですけど、もうお家で一日中作業って時はもう着替えないで、本当にあったかいルームウェアとか着てパソコンこうやってずっとカタカタいじってる時も多いので、ルームウェアも結構大事。はい、こちら可愛いですよね。これね、ピンクのルームウェアを買いました。肩のところにレースがついてるピンクので、袖はこういう感じでちょっと広がったデザインですね。ここにスリットが入ってるので、生地はこんな感じでモコモコした生地です。ボタンがついてるのがね、また可愛いですよね。ちゃんとで、ね、ボタンも外せますよ。こんな感じでね、着ることもできます。ちょっとなんかデザインが女性って感じじゃない？可愛いよね。このくすんだピンクっていうかさ、ちょっと紫っぽい大人っぽいピンクがすごく可愛いなと思って買わせていただきました。はい、下もね、すごい可愛いんですよ。こんな感じで、はい、これパンツなんですけど、裾の部分が見て、ちょっとここもスリット入って、ここレース入ってきちゃってさ、なかなかなくない？これルームウェアでこういうデザイン、パジャマのズボン、まあ、夏終わりから秋冬でも使えるんじゃないかなっていうパジャマです。いいパジャマ買いました。すごく私はこれね、 M から L を買ったんですけど、結構ねサイズ的にゆとりがあるので、まあ、SM でも良かったかなって思います。これはピーチジョンの商品になってしまうんですけど、こちら私の大好きなボムバストクリームリッチです。結構前ね、動画でも紹介したんですけど、
のバストクリームですね。私このさ、パッケージの手触りがすごいサラサラしてて、もうそれも大好きなんですけど、これはお風呂上がりとかそういう時にこのバストに塗るバストケア用のクリームなんですけど、普段からすごい愛用してて、もう今回もねちょうどなくなったので購入しました。クリームがね結構こっくりしてるの。クリームのね触り心地も好きだし、塗るとすごくねサラッとするんですよ。ベタベタしないのですごくおすすめ。塗った瞬間からねちょっとこうふわっとした感じがして、私はすごくお気に入りでずっと前から使ってるんです。使ってみてほしい。使わないとねわからないと思う、この良さは。しかもね香りがねまたセダクティブフラワーの香りって書いてあるんですけど、例えば他のボディクリームと一緒に合わせて使っても邪魔しないお花の香り、主張が激しすぎないので、本当にほのかに香るお花っていう感じ。本当に愛用品、なくなったら困る。本当にぜひ皆さんも使ってみてください。ということで、最後におすすめしたい商品を紹介したいと思います。こちらです。以前私のお気に入り動画でも紹介した TG です。でしかもね2枚ずつ好きすぎて購入させていただいたの紹介していきたいと思います。もうね TG の魅力は語り尽くせないほどに本当に愛用させていただいてるんですよね。この子たち今回買ったお色たちです。まずは普通の下着と違って生地がこんなに伸びるんですね。すごい伸びますよね。分かりやすく生地を例えると水着のような生地をしています。はい、ということでね私も着用させていただきました。ちょっとごめんなさい、この辺とかねちょっとお見苦しかったら本当に申し訳ないんですけど、もうね本当に下着をつけてないような軽さなんですね。で、まあ、こっちでね分かりやすく説明させていただくんですけど、こんな感じで縫い目がないんですよ。つけていてとても快適なんですよね。これからの時期は下着のラインが目立ちやすいタートルネックだったりタイトなニットコーデとかにも相性がすごい抜群です。で、今ねお見せした通り、まあ、これ前ですね。で、これ反対側にします。これが前ですね。カップがついてる方で裏返して皆さん気づいたと思うんですけど、タグがついてないんですよ。タグでね痒くなってしまったこと何度ありますでしょうか。当たって痒いとかちょっと赤くなっちゃったとかよくあることだと思うんですけど、フィージーはタグがついてないので、まあ、そういうね痒いみたいなこともなく、とてもおすすめです。私の一番のノンワイヤーブラの懸念点っておっぱいが漏れないっていうところなんですね。まあ、普段からね私おっぱい大事みたいなこと皆さんに動画でもお話ししてたと思うんですけど、やっぱりおっぱい漏れるってすごく大事なことだと思うんです。 TG はこんなに快適なのにしっかりおっぱい持ってくれます。こんなに快適なのにねそんなところまでサポートしていただいていいんですかって感じなんですけど、本当にちゃんとねキュッてしてくれるので、そこはすごく本当にありがたい。柄もねいろんな種類があって可愛いんですよ。前回紹介させていただいて、その後も普通に2回目購入して、まあ、今回これ3回目なんですけど、それでもまだね買ってない購入してない柄があるぐらい豊富なんです、種類が。で前回もね黒は購入したんですけど、こちら黒、今回ね初めて買ったこちらのお色可愛いですよね。でも意外とこういう色がやっぱり一番透けないのでおすすめだったりもします。はい、こちらのパープルですね。で今着用してるこちらのドット柄の4枚ですね、購入しましたね。もちろんお外につけていっても OK ですし、お家にいる時に下着つけるの面倒だなっていう時あるじゃないですか。そういう時につけるのも OK です。で今こんなご時世なので在宅ワークの人とか、あとはお仕事がねリモートになってる方とかも結構多いと思うんですけど、そんな人にもすごくおすすめです。まあ、感覚的にはもうほぼつけてないのと一緒なので本当に快適。もうね快適以上の言葉が出ないんだよ。だって良すぎるんだもん。はい、なのでちょっとみんなにもねこれ快適さを味わってほしい。普通に普段使いもしてるし、お洋服のね下とかにも着るし、あと寝る時とかもつける時あったりとか、ジム行く時とかも全然つけて行ったりします。運動する時とかも全然ちゃんとサポートしてくれるので、
めちゃくちゃ快適にいろんな場面で使えるのでおすすめです。生地が伸びるので運動もすごくしやすいのでめちゃくちゃいいです。はい、ということで今回はこちらの購入品を紹介しました。本当におすすめで、普段からもうね、もうお気に入り動画で見た方とかはもう、この子またPG押してるのって思うぐらい本当に愛用させていただいてるので、もうみんなにもぜひ使ってほしいので、概要欄にPG の詳細を記載させていただきますので、皆さん必ずチェックしてください。はい、ぜひコメントもどしどし待っております。ということで今日も最後まで見てくださってありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録ぜひお願いします。リクエストもコメント欄でお待ちしてます。ということでまた次回お会いしましょう。バイバーイ。